どうもこんばんちは、キシトです。アレクシア、続き読んでいきたいと思います。サンドイッチだよ。ゆうくん、そんなにサンドイッチ好きなの？まあな。そういうホタルは何買ったんだよ？私はね、トルティーヤ。ん？首をかしげる俺にホタルは買った商品を見せてくれる。これがトルティーヤか。おいしそう。399円。ゆうくんも買えばよかったのに。そんなものもあったんだな。欲しい？いや、別に。それはホタルが買ったものだろ。分けてあげよっか？え、本当に？その代わりゆうくんのサンドイッチもらうよ。お、俺は袋をきれいに破り、2つ入っていたサンドイッチの型をホタルに渡した。あ、ゆうくん。ん？トルティーヤ3つ入ってるんだけど、2つ食べる？ああ、そっか。それ、きれいに2等分に分けられないのか。うん。いいよいいよ、気を使わなくても。でも、なんか悪いし。そうだ！すると、ホタルはトルティーヤを1つ手に持ち、半分かじると、俺の方に渡してきた。ほら、これで平等でしょ？ホタルさん？これは俗に言う間接キスというやつでは。ゆうくんはそういうの気にするタイプなの？いや、人によるかな。私はどうなのよ。別に大丈夫だけど。ホタルはいいのか？私は別に、ゆうくんが先にかじったのをもらうわけじゃないからいいの。そうか。当たり前の反応といえばそうだが、妙にディスられているような気がしなくもない。嫌なら私が食べちゃうけど。いや、別に嫌じゃないって。嫌じゃないよ。じゃあ、口開けて。え？これ、下に置いたら崩れて中身が出ちゃうから、今ここで食べて。そう言って彼女は俺の口にトルティーヤを運ぶ。味も食感もなかなかいい。が、それよりも彼女が口をつけたものをあんして食べさせてもらっているというこの状況の方がなかなかにやばい。これ、美味しいな。でしょ？にっこりと微笑むホタル。今日のホタルはなんだか大胆に感じた。残りのサンドイッチとトルティーヤを食べ終えると修行の時間が迫っていた。そういや、今日は勉強会やる？もちろん。だって、もうテストまで残り6日もないんだよ。そうだよな。まあ、そうそう。俺、そういえば今日掃除当番なんだよね。そうなんだ。待たせると悪いから、先帰って勉強してたよ。俺は掃除終わったら行くからさ。ゆうくんと一緒に帰りたいけど。でもそうだよね。わかった。先に帰ってるね。うん。じゃあ、そろそろ授業だから行くね。そう言ったホタルは教室の扉から消えていった。少しして教室に生徒たちがやってくる。授業が始まる直前にはほとんどの席は埋まった。テスト前ぐらいちゃんと授業を聞かないとな。そう思い教科書を開く。昨日ホタルにさらされたからな。ちゃんと勉強しないと。そういえば今朝といい、昨日といい、最近のホタルはなんだか大胆だよな。俺はふとホタルのことを思い出す。家にあげることに厳しかったホタルが、昨日は俺を家にあげ、今日なんか、まさかの間接キスになるようなことまで。もしかして、俺に気があるとか？いや、そんなことないよな。だって、俺はこんなにだらしないわけだし。ないし。俺には恋愛っていうのがよくわからない。単に女の子とはあまり会話することがないからかもしれない。チャイムが鳴り、授業が終わりを告げた。今時恋愛がわからないっていう高校生もなんかピュアだよな。今日は、教室の掃除当番だった。ガレイホームルームなど、後ろの、ほうき用具入れからほうきを取り出す。他にも掃除当番の生徒はいたが、別に話をするわけでもない。
淡々と床を掃き、チリやゴミを集めていった。ふぅ、こんなもんだろう。集めたゴミを捨てたところで今日の当番は終わり。気がつくと他の掃除当番の奴らは帰りの支度を始めていた。俺も帰るかな。せっかくだし例のコンビニでお菓子買っていくか。俺は机に教科書を詰めると教室を出た。ありがとうございました。ホタルの好きなホッキーと適当なお菓子を買って俺はホタルの部屋へと向かった。主人公友達いないのかっていうはーい。教室のなんかね、他の男子と全く話さないよねゆうくんいらっしゃい。ゆうくんそこにちょっと座ってて。ホタルは勉強机とセットになった椅子を指さす。昨日のようにホタルは飲み物を用意しているみたいだった。ゆうくんお待たせ。はい、これゆうくんの分。差し出されたのはお茶だった。そういえば、ほら、お菓子。そう言ってオッキーの入ったビニール袋を彼女の前にぶら下げた。わ、お菓子だ。昨日はなーなーになっちゃったけどさ、今日からちゃんと勉強しようぜ。えへへ、うん。かなり集中していたのが、無言のまま何時間も経過した。誰かと一緒に勉強してると、なんだか見られている感じがして集中できるのかもな。明日も勉強頑張ろう。そう二人で決意して、俺たちは解散した。ゆうくんおはよう。なんだか一緒に登校してる感じがしていいね。今さら？いつも登校してるやん。いつも通り俺たちは一緒に登校する。前を向くと校門はすぐそこにあった。教室にはいつも通り誰もいなかった。うちのクラスの連中はそういうからなのかわからないが、みんな来るのが遅い。はあ、お腹すいた。ねえ、ゆうくん朝ごはん食べよう。今日も作ってきてくれたんだな。いつもありがとう。カーテンと窓を開け、そのまま窓際の席に腰掛ける。はい、これ。いつものようにラップに包まれたサンドイッチが手渡された。ありがとう。えへへ。昨日に引き続き、今日も何かが違うのだろうか。あ、レタスがいつもよりシャキシャキじゃないか。ホタル、もしかして今日のサンドイッチってレタスに何かしてる？その通りだよ。どうしてわかったの？なんかいつもと違うなって思った。見抜かれちゃった。今日は当てることができた。ホタルも嬉しいのかニコニコしていた。ごちそうさまでした。ご飯を食べ終えると、食べ終わった後のラップのゴミを教室のゴミ箱に捨てた。じゃ、そろそろ他の人来ちゃうし、また放課後ね。これ同時に言ってんのか？このセリフを一言一句間違いなく？そう言うとホタルは教室から出て行った。間もなく授業が始まる。テスト前だし、ちゃんと授業を受けよう。うん。チャイムが鳴り、授業が終わりを告げた。さて、ホタルのところに行くか。お待たせ。あ、ゆうくん、お疲れ。帰ろっか。そして俺たちはいつものごとく、ホタルの家で勉強会をすることになった。ゆうくん、そこにちょっと座ってて。ゆうくん、お待たせ。いつものように飲み物を持ってくるホタル。さて、勉強頑張るかな。今日は理科の勉強をした。薬には致死量というものがあり、たくさん服用すると死に至るらしい。そんなものを勉強するか、おい。なんだか疲れちゃった。理科で。無理もない。かれこれ6時間以上勉強していたのだから。今日はもうこんな時間だから、お開きにしよっか。ま、そうだな。明日も頑張ろう。その後も俺たちは二人で勉強を頑張った。朝早く起きて、連日の復習をし、学校では授業を聞いて、その後ホタルと一緒に同じ教科を勉強して理解を深めていった。学校のある日、
ホタルは欠かさずサンドイッチを作ってくれた。日に日に手抜きになっていくのを見るに、ホタルもテストが近くなって焦っているのだろう。いよいよテストは明日に迫っていた。やりすぎかもしれないが、俺もホタルも教科書の隅々まで先生の話していたところも含め、大体網羅した。知らぬ間に二人の間に闘争心が芽生えたのだろう。俺は最後の追い上げ勉強をしている。じゃあ、間違えたら罰金ね。テストで満点を取る自信が俺にもホタルにもあったからか、そんな約束をしてしまった。ホタルはバイトしているからまだいいが、俺はバイトはしていないので、こんなところで負けるわけにはいかない。そしてただでさえいつもバカにしてくれホタルにさらにバカにされるのはなんだか尺だ。勉強を続ける。なぜか俺の中では明日のテストがうまくいかないんじゃないかという不安があった。解けないわけがないのは確信しているのに、なぜか0点を取ってしまうようなそんな感覚。ま、気のせいだろう。いくら勉強してもキリがなかったので、俺は寝ることにした。ホタルはまだ勉強しているのだろうか。そんなことを思ってるうちに、いつの間にか眠りに落ちていた。それじゃ、テストを始め。先生の合図とともに、一斉にテストが始まる。鉛筆のカリカリとした音が静かな教室に響き渡る。それじゃあやめ。先生がテスト用紙を回収しに来る。MR、昨日危惧していたことがまるで嘘かのようにスラスラと問題が解けた。ちゃんと綺麗な字で書いたし、見直しも何回もしたのでまず満点は間違いなかった。すげえな。この調子で残りの休暇も頑張ろう。そう心でつぶやいた。ふぅ、テスト終わった。伸びをしながら窓の外を見る。空は赤く色づいていた。満足な結果を残せてとても気持ちがいい。今までのテストのことを何だか毛嫌いしていたが、こうしてちゃんと解けたら気持ちいいなと思う。さて、ホタルも下で待っていることだし、帰るか。お待たせ。お疲れ。満面の笑みを浮かべるホタル。どうやら彼女も手応えがあったようだ。明日のテスト返却が楽しみだな。翌日。急になんか進むのが早くなってきた。それじゃテストを返します。テストが返却される。結果なんて最初から分かっていたが、万が一間違っていたらと思うとゾクゾクする。なんでゾクゾクするんだ。が、どうやらその考えは杞憂だったらしい。おお。お前さ、なんで名前がさ、ひらがななのね。なんで上上の上だけは漢字で書いて、上優雅って、もう全部ひらがななんだよ。ああ。テストの問題をね。おう、先生が一言すごいって書いた。へえ。なんか選択問題結構多いなこの学校。丸バツとか U とか R とかな。満点だった。このテストを見せたらホタルは何て言うだろうか。ひとまず罰金を払う必要はなさそうだ。お待たせ。ホタル、聞いてくれ。テスト全部満点だった。ずるい。あ、ちょっと待てよ。そそくさと家の方へと行ってしまうホタル。キムタクになっちゃうじゃねえか。俺は彼女の後を追いかけた。後で聞いた話、どうやら彼女は全教科99点だったらしい。それもすげえな。どうやったらそうなるんだ、全教科。彼女の機嫌を戻すために、後でお菓子でも買ってやるか。って、それじゃ買った意味ないか。むしろ狙ってるだろ、それ。テストが終わり、またいつもの日常が戻る。
ゆうくんおはよう。おはよう、ホタル。こんな朝日か、何の用かな。もう、ゆうくん全然早くないよ。冗談はいいから。ほら、さっさと学校行く準備して。待たせるのも悪いから、ホタルは先に学校に行っててくれないか。そう言ってギリギリまで二度寝するつもりなんでしょう。わかってるよ。私下で待ってるから、早く準備してね。いつもと変わらない日常が今日も始まる。いつまでも変わらない、いつもの日常。隣に住む幼馴染といういい感じの距離感の日常。平和で何一つ欠点がないような、漫画やアニメの世界を描いたような、そんな楽しい日常を僕は求めていた。上条優雅は高校生、そして誰一人として邪魔者はいない。いるのは良き理解者である幼馴染のシンボル。そうだ、これでいいんだ。これが僕の望んだ世界。僕だけの、僕が望んだ世界。トゥルーエンド、え？超音でかい。これお菓子を買いに行くだな。おやつも買いに行くかと。暗くなった通学路を歩く。こんな時間に学校の方へ行くのは初めてなんじゃないだろうか。うん、夜の学校。ふとお姉さんの家のあった方角を見やる。昨日はこれぐらいの時間にお姉さんと別れたんだっけ。あれ、もしかして優雅くん。ん、振り向くと黒髪長長髪の、美人がいた。お、お姉さん。優雅くん、こんなところで何してるの。そりゃこっちのセリフですよ。お姉さん何してたんですか。なんだと思う。お姉さんが来た方向から考えて、多分メダルゲームをしてたんでしょう。バレちゃったか。お姉さん、勉強は大丈夫なんですか。勉強、大丈夫だよ。絶対大丈夫じゃない。私こう見えて意外と勉強得意なんだ。1年生の頃は学年20位くらいだったよ。へえ、それはすごいですね。20位というのが得意に値するのかどうかはいまいち分からなかった。それより優雅くんこそ勉強しないとこんなところにいていいの。実は今勉強するためにお菓子を買いに来ているんですよ。おお、偉いね。あそこのコンビニ、私の家もそっちだから一緒に行かない。そうですね。コンビニに着くとすぐさまお菓子コーナーに向かう。優雅くんはどんなお菓子が好きなの。俺はホッキーが好きです。そうなんだ。もしかして優雅くん、ホッキーゲームしたいとか考えてるの。何を言うんですか。違いますよ。気軽に食べられていいなって、ただそれだけですよ。大胆なお姉さんに今度は自分から質問する。そういうお姉さんは何が好きなんですか。私はね、これが好きだよ。お姉さんが見せてきたのはあまり馴染みのないお菓子だった。ミルクケーキ。ミルクケーキ。そうだよ、いつもこれを食べながら勉強してるんだ。これ、美味しいんですか。美味しいよ。まあ私が好きってだけだから、優雅くんが嫌なら別に買わなくていいんだよ。どうしよう。じゃあ私が買うからお試しで一つあげるよ。いいんですか。いいよ。結局俺はホッキーを二つ買うことにした。一つは俺ので、もう一つはホタルの分だ。はい、これ。お姉さんからミルクケーキを一つ受け取る。
白い板状の食べ物。俺は袋を破り、口に含んだ。どう？なんか、とっても甘いです。美味しい。よかった。私も一つ食べようかな。そう言ってお姉さんもミルクケーキを口に運んだ。美味しい。にっこり笑うお姉さんがなんだか可愛かった。じゃあ、今日はこの辺で解散しよっか。優雅くん、この後勉強だもんね。邪魔しちゃ悪いし。そうですね。少しばかり名残惜しく感じる。私も帰ったらちゃんと勉強しなきゃな。それじゃあまたね。気をつけて帰るんだよ。そう言ってお姉さんは手を振る。お菓子のゴミとコンビニの袋で手が塞がっていたので、俺は慌ててゴミを袋に移し手を振り返した。にっこり吠えもお姉さん。やがてお姉さんは家の方向へと消えていった。さて、俺も帰るか。足したる一歩手前で重大なことに気づく。またお姉さんの連絡先聞くのを忘れてた。また多分会えるよな。今更戻って引き止めるわけにもいかないので、そのままアパートへ戻ることにした。アレクシア。ここはちょっと変わった感じかな。はーい。うん。 OK、 じゃあとりあえずね、今回は一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。